Today's referee.それではこの試合勝利いたしました埼玉アゲオミリックス背番号10番佐藤優香選手にお話を伺います。まずは開幕戦勝利おめでとうございました。ありがとうございます。さあフルセットまで戦いましたこの試合、試合の振り返ってください。チームとしても難しい試合になるということで練習に臨んできたんですけど、やっぱり難しい試合になって最後セットで勝つことができてよかったと思います。
第1セットからかなり粘り強い戦いを見せてたと思いますけども、今日勝因は何だと思われますか？シーガルズさんもディフェンスがすごいいいので、そこで負けないようにして最後しっかりスパイクを決めきるということを意識してやったので、そこで勝てたのかなと思います。さあ、そんな中、佐藤選手は岡山出身ということで地元に帰っての凱旋試合となりました。ご感想いかがでしょうか？開幕戦が岡山で行われるということで少し緊張してたんですけど、勝てて良かったです。さあ、明日も同じカードがここ笠岡で行われます。明日の試合に向けて一言お願いいたします。明日もしっかり最初から準備して頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。話しました。埼玉アゲオミリックスクラブ10番、佐藤優香選手にお話を伺いました。